生まれ変わって異次元決定機創出。先発した鎌田は24分に見事なスルーパスをティーロインモービルに供給するなど、何度か決定機を創出。ボックス内に入り込む動きも秀逸で、守備でも奮闘した。現地メディアの評価も上々だ。記事のタイトルで、鎌田は別人のようだと綴ったラジオの専門メディア、ソロ、LA、ラジオは 7.5 点の高採点。次のように絶賛した。途中でひどいボールロストをしたのは別として、今日の彼はドリブルでもほぼ完璧だった。彼はルイス・アルベルトの不在をあまり感じさせないように努めただけでなく、長い時間帯で、成功でさえあった試合に大きな影響を与える前線での決定的なシュートが欠けているだけで、ブドールのおかげで生まれ変わった選手であることに変わりはない。OA、カルシオも 6.5 点と高評価。活発で試合を引き締め、必要に応じて前進し、ボールコントロールを忘れずに、パスとシュートの両方で効果的であると証明したと称えている。監督って大事よな。復活してくれて、日本代表も、ボランチ争いにビッグネーム3人も、いて盤石だな。若い子も育ちつつあるけど、トップ下もやれる、鎌田がいるといないじゃ、選手層の厚みが全然違うわ。本当にサッカー選手として活躍できるかって、運に左右されるよな。厳しい、イタリアメディアから、連日の高評価もすごいが、パスも来るようになったし、鎌田からの組み立てが、今のラチオのサッカーになっている、このまま残ってほしい。鎌田のダイジェストマジヤバかった。針の穴を通すようなパスも出し、守備の刈り取り上手すぎる。オフザボールが緩いジョギングな分、オンオフの切り替え激しくてかっこいい。さっきのせいで、鎌田は不遇を味わったというのが正しい。生まれ変わったのは鎌田ではなく、クラブの方。トブールは言うまでもなく、イメディアも鎌田の特徴を理解し始めてきたらしい。素晴らしい試合でした。何より点を決めたパトリックと笑顔でハグをしていたのがすごい微笑ましい。監督が全てでしたね。これによってスカウトも、鎌田選手自身も、証明することができました。今の監督に出会えてよかった。はじめは、苦しかっただろうけど、よく耐えたと思う。また、活躍が見れて嬉しいよ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、サッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。